はい、今回はですね、ヤングマシーン2023年8月号をご紹介します。まずですね、右上からいきましょうかね。RZV500R 風に、RZ350 風、ベロシティ元、新旧 XSR900 用外装キットと、日本からも買えるということですね。そちらからね、やっていきます。ヤマハトゥースト愛にあふれる XSR 用外装キット。ついにヤマハ XSR GP が登場。なんと RZV ルックと思わず先走りそうなカスタムマシンがロンドンのタバコドックで開催されたバイクショーに出品された。制作したのはイギリスのバイクビルダー、ベロシティ元だ。ベースは現行モデルのXSR900 で、900F と呼ぶ外装キットには、フルフェアリング、スクリーン、シートパネル、シートカバー、シングルシートカウル、リアフェンダーに取り付け金具一式とデカールセットが同包。パーツは未塗装で、キットの価格は1870ポンド、約34万円。世界中に発送可能とのこと。カラーリングが輸出仕様の RD500LC なのでピンとこないかもしれないが、国内仕様のストロボカラーに金色ホイールだったら思わずおっとうなってしまいそう。ベロシティ元では他にも初代 RZ350 や2代目 YPS 装備の RZ 風、RZR 風の外装キットもリリース。いずれもヤマハ2ストローク愛にあふれたこだわりの造形と再現度が魅力的だ。はい、じゃあね、続きまして左の隅っこですね。スクープ、スズキ GSX 8F スラッシュ 8R カオル付き 8S は今春かということですね。定石のシリーズ展開、第3弾はカオル付きを投入。同じエンジンと骨格を用いてネイキッドとカオル付きの派生モデルを水平展開する手法はラインナップ拡大のセオリー。今年登場したスズキの新作ネイキッドGSX8S も同様にカオル仕様が追加されても何ら不思議ではないだろう。そもそも GSX8S と V ストローム 800DE に搭載された 775cc 並列2気筒ユニットはスズキ久々の完全新規エンジンだ。量産バイク初のクロスバランサーによるスムーズなトルクデリバリーが魅力的。ライダーからの評価も上々で、これを2社に留めておくことは考えにくい。カウルはハーフ、フルの2パターンが考えられ、両方がデビューするのが両方がデビューするのか、それとも一機種に絞られるのかは不明。いずれにしよ
8S は多様な走りにも対応するキャラクターだけにフェアリングを得てさらに守備範囲を広げることは間違いない。ちなみに可能性が高いと本誌が考えるのがハーフ仕様。そこで2013年にコンセプト車として公開されたリカージョンをデザインソースに CG を制作してみた。 8S は特徴的な縦2灯の LED ヘッドライトを採用するが、実はリカージョンも縦2眼だった。偶然なのか、 8S がもともとハーフ仕様の展開を狙っていたのかは不明ながら、縦二眼ライトを流用しても違和感なくカウルに収まる。はい、じゃあ最後ですね、この真ん中のドーンとね、あるね。これが次期忍者一家の新顔か。ニュー忍者 ZX6R マイチェン正式発表。これをね、いきます。ウィングレッドをビルトイン。これが新忍者の忍者顔。今後の忍者を示唆する小顔&レイヤーカオル。6月6日、北米と欧州で新型忍者 ZX6R が発表された。フォルムは従来型から引き継ぐスーパースポーツ車ならではの形だが、フロントマスクが大胆に変貌した。最大の特徴はコンパクトなプロジェクターリフレクターヘッドライトで、中央寄りにモノフォーカス LED ライトを配置する。これは ZX10 のダイレクトプロジェクションユニットに通じる流れだ。そんな感じでしょうか。それでは今回の動画は以上になります。